では取材に当たっているカカズ記者とお伝えしますえ県知事選挙の情勢調査の結果基地問題に関する政策に最も関心が高いことが分かりました今回も大きな争点は普天間基地の移設問題についてで各候補者の主張それぞれ異なっていますねはい、現職の玉木さんは辺野古沖の軟弱地盤の存在や3年前に行われた県民投票で7割を超える人が辺野古の埋め立てに反対したことなどから 普天間基地の辺野古移設には反対を訴えています。これに対し、佐喜眞さんは普天間基地の危険性の除去を最優先に掲げ、政府が進める辺野古移設を容認し、2030年までに普天間基地の返還を実現すると訴えています。一方で、下地さんは普天間での訓練を鹿児島県の馬毛島に移転し、軟弱地盤が見つかった。大浦湾の埋め立てを止めるとしています。すでに埋め立てられた場所にはオスプレイを移住させ。 活用することを提案しています。うん、ええー、現職の玉木さん、知事権限で辺野古移設を阻止しようとしているんですけれども。国はこれを無力化、無力化して、裁判での争いになっていますよね。はい。辺野古への移設に伴う、産後の移植申請をめぐる裁判など。県が県が提訴した裁判で、県側が勝訴したものはありません。また、去年十一月、県は辺野古沖の軟弱地盤について。調査の不備を指摘し。 国が申請した設計変更申請を不承認としましたこの件についても国との法廷闘争を控えていますがこれまでの経緯をたどれば県側の訴えが認められるかは見通していませんこの点について玉木さんは次のように説明しています沖縄県が示しているその承認できないという その理由に対してきちんと説明ができているかどうかということを審査をしていただきたい明確にあの県民の民意を背景にして政府に対しても多くの沖縄県民の考えはこうですよということで行政の姿勢として明確に示していきたいというように考えています続いて佐喜真さんは辺野古移設を容認していてさらに2030年までの返還を目指すと踏み込んだ主張をしましたね。 はい、佐紀真さんはすでに埋め立てられている部分を先行して利用し県外への訓練移転で徐々に普天間機種の機能を移していくとしています政府と補聴を合わせ後期の短縮を要請することで2030年までの変換を返還は可能だとしていますしかし仮に県が軟弱地盤の設計変更を承認し工事が進んだとしても後期に9年3ヶ月かかると防衛省が試算を出しています アメリカ軍が実際に使用できるまで、およそ12年かかるとされていて、現実的にこのハードルをどうクリアしていくか、佐紀さんは次のように説明しています。防衛省あたりは、まあ、多分あの非常に安定的なあの話をしているかもしれませんけれども、私どもは、やはりこの一日も早く返還するために、あらゆる手段を講じていくと、政府との区間との信頼関係というのは、極めて重要だと思いますし、 公約にかける2030年をしっかりと政府に対して認めてもらうようにしっかりと交渉し、うん、では下地さんが提案するマゲ島への訓練移転に関してはどう見ていますかはい。下地さんが訴えるマゲ島では自衛隊の基地を建設するために実質的な工事が進んでいます一方でマゲ島でのアメリカ軍の訓練に関して政府は地元自治体に 一部の訓練のために使用すると説明していて下地さんの主張はこれを下敷きにしたものと言えますしかし訓練が一時的なものでなく常態化することについて国や地元の同意を得られるのか沖縄県知事としてどういったプロセスを踏むのかは見通していません下地さんはこう説明しています初めての体験なもんだからあの なんて言いますかね疑問とか悩みを持たれるのはこれ誰しも常識だと思うんですけどマケ島の整備のスケジュールとか内容を見たらすべての沖縄の訓練ができることになってるんですねそこは大きなポイントなんですよそれは心配しないでくださいと言ってるんです普天間基地の移設問題はまさに三者三様の主張が展開されています有権者がどの主張に一票を託すのか注目されます。 ここまでで記者でした。明日は県経済の政策などについて各候補者の主張を見ていきます。